18号さん大丈夫ですか多分気を失っているだけだと思いますお医者様に診てもらわないと詳しいことはわからないですけどそうですかあの18号さんをかばってくれてありがとうございましたい,いえこちらこそ助かりましたお二人ともとても強いんですねまさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは 波動なんか知ってんのかあえっともしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのにわかりました実は私レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです